岩手県滝沢市に県立御岳養護学校という学校がありました。2007年頃、この学校の小学部1年に在籍していたある少年がいます。滝村孝則くん、当時7歳です。1999年6月17日、滝村家の長男として生を受けた孝則くん、名前は父弘隆さんと母岸代さんから一文字ずつ取って付けられました。龍の字は滝村家では祖父の隆さんから続くもの。孝則くんは家族から隆ちゃんと呼ばれていました。優しいご両親と父方の祖父母、姉との6人暮らし。孝則くんはみんなの愛情を一身に受け、とても明るい男の子として育ちました。ただ言語発達に遅れがあったため、養護学校に通っていたのです。孝則くんは学校に行くのが大好き。同級生とも仲が良く、バランスボールで体を動かしたり、プールで泳いだりなど、よく外で遊んでいました。このことから、将来はアスリートだねと言われることもあったそうです。託児所や学校から帰ると、母の岸代さんと2、3時間散歩することもありました。誰かに話しかけられた時は、元気よく挨拶していたそうです。このようにとても活発だった彼は、しばしば一人で走り出してしまうことがありました。目を離しているとどんどん遠くへ行ってしまう。それもあり、周囲からはじっとしていられないこと心配されていました。実際に孝則くんは2006年秋、託児施設を抜け出してしまったことがあります。この時は家族の知り合いが偶然見つけてくれたので、事なきを得ました。この年はもう一度迷子になったことがあったそうです。そして2007年2月5日月曜日のこと、この日御岳養護学校は休校でした。孝則くんは学校がない日は盛岡市前九年1丁目にある託児施設を運営する NPO 法人六等星に通っていました。午前11時ごろ、施設の男性職員1人引率のもと、孝則くんら3人の子供が外出します。向かった先は同市内を流れる北上川の河川敷でした。雪もたくさん降る東北岩手。この日は穏やかに晴れており、ポカポカ陽気とあって、孝則くんたちは河川敷近くの路上で雪遊びを始めます。午前11時40分ごろ、遊んでいた児童のうちの一人が走ってその場を離れてしまいました。これに気づいた NPO 法人の職員が連れ戻しに行きます。無事児童を連れ帰ってきた彼、時間にしてわずか数分ですが、この時あることに気づきました。今度は孝則くんがいない。職員はまた探しに行きました。しかし川の近くまで降りても孝則くんの姿は見えません。一体彼はどこに行ってしまったのでしょうか。失踪から1時間経った午後0時40分ごろ、盛岡西署に六等星の職員から通報がありました。預かっていた子供が行方不明になった。まもなく孝則くんの母岸代さんにも連絡が行きます。彼女は連絡が来た際、またかと思ったそうです。孝則くんはこれまでにも2回迷子になっています。岸代さんの目に上空を飛ぶヘリコプターが映りました。彼女は冗談っぽく尋ねます。もしかしてうちの子を探しているんですか。返答に岸代さんは愕然とします。はい。ただごとではない。続報はないまま徐々に日が暮れていきました。盛岡西署は50名体制で捜索。ヘリコプターの他に警察犬も動員し、川にはボートを浮かべて孝則くんを探しました。しかし午後8時を過ぎても見つからず。ではここで当日の孝則くんの格好や彼の特徴を挙げてみましょう。滝村孝則くんの身長は120センチ、体重は25キロでふっくらした体型でした。髪型はおかっぱで、当日は灰色の毛糸と黒の帽子、フードがついた青色のコートを着ていました。このコートには御岳養護学校の名札がついています。下半身はカーキ色のズボンを着用しており、水色の長靴を履いていました。また、孝則くんの歩き方には特徴があります。彼はかかとをつかず、体を左に傾けて歩いていました。
名前を聞かれたら必ず高則くんと返していたそうです。他にもいや、やだ、ママ、マクドナルドなど複数の言葉を話します。さらに黄色が好きで黄色いランチョンマットがないと泣き出すほどでした。いなくなった北上川の河川敷の詳しい住所は盛岡市北夕ヶ瀬町です。ここから約200メートル先には立坂橋があります。県道沿いの交通量の多い場所で雪遊びをしていた場所は花壇やベンチがあるところ。ここは水面から約3メートル上にありました。河川敷とは高さ約80センチのガードレールで仕切られています。そしてこのガードレールの先が幅 1.5 メートルほどの河川敷となっていました。この近くの旅館の人によると、わざわざガードレールを乗り越えてまで川に降りる人はほとんどいないとのこと。高則くんが行方不明になった日の夜、六等星の理事長は川へ連れて行くときは職員を2人以上付き添わせると決めていた。少しの間ならという判断が甘かったと後悔を述べました。冬の東北の夜はかなり冷え込みます。このままでは高則くんの命が危ない。一刻も早く見つかってほしいものですが、捜索は難航を極めます。捜索開始から1日経っても滝村高則くんは見つかりませんでした。2007年2月7日、養護学校の関係者や NPO 法人の職員たちが情報提供を呼びかけるビラを作り、盛岡市の中心部で配布します。このおかげか10件ほどの目撃情報が寄せられました。盛岡駅前通りのマックスバリューの近くで見た、青山町方面で見た、夕ヶ瀬橋付近を歩いていた。これらはどれも現場や高則くんの通っていた学校の近くです。夕ヶ瀬橋の南にある海運橋付近で人のようなものが流れていたという情報も寄せられました。これらを一件一件捜査員が確認しましたが、有力な手がかりは得られず、警察は捜索範囲を現場の半径30キロに拡大します。しかし、その後、1週間経っても高則くんは見つかりませんでした。当日、現場には他に2人の児童がいたはずです。彼らから手がかりは得られなかったのでしょうか。それに関しては一切報道では触れられていません。おそらく他の児童も高則くんと同様に発達に関する障害を抱えており、コミュニケーションを取ることが難しかったと思われます。こうして高則くんが見つからないまま1ヶ月が経過。これまでに約90人の捜査員が投入され、必死で捜索していました。高則くんが通っていた養護学校はもうお手上げといった状態。副校長はこんなに長期化するなんて思っていなかった。今具体的に何をすべきなのか思いつかないとその胸の内を明かしています。ここまで見つからないとなると誘拐されたのではと考える人もいるでしょう。しかし現場は県道沿いで交通量の多い場所です。しかも時間帯はお昼。拉致したらすぐに騒ぎになるでしょう。雪による足跡も残ってしまいます。そのため誘拐された可能性は低いかもしれません。では一体どこに行ってしまったのでしょうか。月日は流れ1年が経過しました。捜索回数は13回に及び約1000人体制で行いましたが、発見には至らず、岸尾さんは報道陣の取材を受けた時、なぜあなたを見つけ出してあげられないの、なぜ、なぜ、なぜ、と涙ぐみながら話しました。この頃から徐々に滝村家には不穏な空気が流れ始めます。高則くんが行方不明になった責任を家族間で押し付け合う。逆に彼の話題を出さないように振る舞う。こうした配慮が余計に滝村家の不和につながります。当時中学生だった長女は自分の要求が通らないとなると岸尾さんに突っかかるようになりました。高則くんがどれだけ滝村家の希望の光だったかがわかるエピソードです。一家は互いの心を抑え込んで静かに生活することで、なんとか家庭崩壊を寸前で押しとどめるありさまでした。この後、この失踪事件はどのような推移をたどったのでしょうか。高則くんは見つかったのか。滝村家はある行動を起こしました。2010年1月、
高則くんのご両親が NPO 法人六等星を相手取り、3200万円の慰謝料の支払いを求める訴訟を起こします。ご両親は監視状態が十分でない状態で遊ばせた結果が今回の結果につながったため、NPO 側に重大な過失があると主張しました。このことからわかる通り、3年経過しても高則くんは見つかっていなかったのです。この訴訟は2011年6月30日に盛岡地裁にて和解が成立しています。NPO 側が和解金として合計480万円を支払うこと、また捜索活動を継続することを高則くんの両親に約束しました。3200万円からなぜ480万円にまで減額されたのでしょう。この小さな金額になったのは高則くんが障害者だったからです。これは差別と言えないでしょうか。岸尾さんはそんな状況にも負けず街頭活動を開始、風化させたくないと警察と協力して事件が起きた2月5日に毎年ビラを配ったりしました。2017年には約2000枚ものビラを配布しています。その一方でこの年滝村家をさらなる不幸が襲いました。高則くんの帰りを心待ちにしていた祖父隆さんがこの世を去ったのです。そして2020年には新型コロナウイルス感染症の波が日本に押し寄せました。これにより毎年2月5日に行っていたビラ配りは2021年以降中止に。そしてこの年の10月、夫の隆弘さんが肝臓の急病によって亡くなります。その翌年の2022年3月、息子の後を追うように義母の妙子さんも亡くなりました。今残っているのは岸尾さんと29歳になる長女だけです。本当だったら家族の葬式には高則さんが出席していたはず。亡くなる前に一目でいいから会わせてあげたかった。岸尾さんはそう語っています。そして2024年現在、高則くんは未だに見つかっていません。もし生きているなら25歳を迎えています。岸尾さんは息子の生存を信じ、失踪宣告は申請していません。これを申請すると法的には死亡とみなされてしまうからです。私としても彼が生きていると信じたいところ。ただ、場所は河川敷です。事件当日は晴れていたものの、雪遊びができるほど雪が残っていました。加えて高則くんはじっとしていられないほど活発で、かかとをつかずに歩く癖があります。雪に足を滑らせて、用水路や川へ転落し、そのまま流された可能性は高いと言えるでしょう。また、青色のコートとカーキのズボンというのも、目立つとは言えない服装でした。もし彼が大好きな黄色の服を着ていたら発見できていたかもしれないと思うととても悔やまれます。ただ一つ疑問なのは約80センチのガードレールが河川敷とそれを隔てる路上の間に設置されているということです。川に転落したのならこのガードレールを乗り越える必要があります。しかし身長120センチの男の子が容易に越えられる高さではありません。何者かに連れ去られた可能性も捨てきれないといったところです。これまでに寄せられた高則くんの目撃情報は50件。2017年以降はそれも途絶えました。彼の所持品も一切見つかっていません。障害をものともせず、いつも明るくて希望の象徴だった滝村高則くん。みんなが彼の生存を信じ、成人式の案内状を送ってくれています。滝村高則さん、もしあなたが今どこかで元気に暮らしているなら、その顔をお母様、そしてお姉さんの元に見せに行ってあげてください。